みなさんこんにちは。本日は新しいカメラを紹介したいと思います。大家好、那今天要介紹新的相機で、こちらが新しいカメラ、ソニーの FX3 です。那这个的话呢是ソニーの新相機 FX3 で、こう見て一眼ブレのカメラみたいんですけど、一応動画専用のカメラです。那ソニーの FX3 看起来像是单眼相机，但其实呢它是专门用来拍摄影片的。で、今まで撮ってる映像はこういうハンディガンカメラです。那以往拍摄的话呢都是使用像是这一种的摄影机，这样子拿起来的摄影机这样子。で、今の映像もこれで撮ってます。那现在的影片呢也是用这一种在拍摄的。普段外に出かけるとき使ってるのはこちらの DJI シリーズです。那平常外出拍摄使用的呢是这里的 DJI 系列 DJI Osmo。 で、普段歩いてるときはこういう DJI Osmo を持ちながら歩いて撮ります。那平常的话呢就是拿 DJI Osmo 可以边走边拍摄，那画面看起来比较不会摇晃。そして雨の日や雪の日でしたらこちらの GoPro で撮ります。 GoPro は完全防水なのでこんな感じです。那如果是下雨天或者是下雪的日子的话呢会使用 GoPro 拍摄，因为 GoPro 是完全防水的。で、こちらの今新しい購入したソニー FX3 と一緒に購入したレンズはこちら 24mm とこちら 24mm とこちらは 85mm です。で、これをつけて撮ります。那跟ソニー FX3 一起購入的是24跟85的镜头，那就是使用这个镜头做拍摄，平常就是接上这个镜头做拍摄。こちらのソニー FX3 は実は業務用のものです。だからこういうパッケージです。那ソニー FX3 的话呢基本上因为它是业务用，就是比较商业比较专业的，所以它的盒子是长成这个样子。こちらのソニー FX3 は売ってる時は本体だけ、カメラ本体だけです。レンズは別売りです。那这边的ソニーの相机的话呢购买的时候是只有本体、那镜头都是要另外购买的。だからカメラ買わないとレンズも一緒に買わないと使えない。所以购买的时候呢就是只有买相机本体是不能用的，你要连镜头也一起购买才可以使用。カメラ本体でしたら今の購入価格は結構いい値段してます。50万、日本円50万ぐらいです。で、こちら 24mm のレンズは17万円ぐらいです。で、こちらの 85mm のレンズは7万ぐらいです。合わせていくら50プラス17プラス19、17、合計65万円ぐらいです。那索尼的相机 FX3 本体的话呢现在购买的日币大概是50万元左右。50万元呢。那这边的24的镜头的话呢大概是17万左右，就17万元。でこちらの那这边的85的镜头的话呢大概是7万元左右，7万円ぐらいです。で、合計65万円ぐらいです。那合計的话呢大概就是65万日币左右。こちらのソニーの FX3 はやっぱりカメラタイプなので撮れる時外で撮れる時どうしてもちょっとブレますね。こういう DJI Osmo 歩きながら専用のとは違います。こちらあんまりブレないんですね DJI。
那 Sony 的这个相机呢，因为它主要是相机的相机型的，所以拍摄的时候呢，在外面拍摄的时候呢，就是还是会有一点晃到的感觉，不像是 DJI Osmo， 它是专门就是边走边拍摄的，所以不太会晃到。でどうしても撮るときはブレますので、やっぱ手で持つとどうしてもブレるんでしょう。意識してもブレる、ブル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 ブレる。だからそういうカメラ専用のジンバルも購入しました。めっちゃ重たいですよ、これ持つときなんか筋トレできるみたいな、めちゃくちゃ重たいです。那因为是相机的样子，就是它是相机型的，所以拍摄的时候呢，就算再怎么小心也还是会有晃到的感觉，镜头也还是会晃到的感觉。所以呢，有这种就是相机专用的，就是专门把相机架在上面，然后你可以这样拿着拍摄，就比较不会晃到镜头。这个还蛮重的。はい、こうやって乗せました。で、撮るときはブレません。でもすごく重たいんです。那这样子的话呢，就相机就放上去了。那这样拍的时候呢，就比较不会晃到。但是因为这个非常的重，所以需要有一定的臂力才能可以拿起来。はい。で今この映像はこのカメラ、ソニー FX3 実際に撮った映像です。那现在的影像呢，就是实际使用 Sony FX3 拍摄的影像。这个。これからはこれを持っていろんなところに撮りに行きたいと思います。もちろん私が持つじゃないですね。那接下来的话呢，就是会使用这个相机，然后到各个地方做拍摄。終わりです。おしまい。以上です。バイバイ。